久保さん。いやー、昨日飲みましたね。飲んだ。あの、メンバーシップのお酒飲み会あるんですけど、昨日ちょっとまた盛り上がって、今日もやるかもしれないですね。<laughs> うん、やっぱあの、な何すかね、あの、ノノウハウを、 提供してお金を稼げるようにするっていうサービスって限界があるんですよね。何かっていうと、あの、お客さんがある一定まで稼げるようになって、その、コンサルが必要なく,なくなったってなると、もうサービスの継続は難しいじゃないですか。うん。もちろんもっと習いたい。もっと習いたい。どこまで習うのっていうところで、 例えばその熟成さんがね、1億円、10億円、100億円稼げました。もっと習いたいです。そうなった場合は、多分、1兆円ぐらい稼いでないと <laughs>、難しいのかなと思いますよね。うん。だからまあ、あの、ノウハウをこう、コンサルしていくっていうのは限界があるのかなっていうところで、実は限界がないサービスがありますね。限界がないサービス <laughs>。 それ何かっていうと、まあ今僕がやってるね、勤務研究所みたいなやつですね。要は、その場所にいると楽しいっていう、それだけですね。<laughs> うん。じゃあ楽しい、えー、じゃ旅行、旅行はなくなるのかっていう、まあ旅行が嫌いな人はあれですけど、旅行が好きなって、その、なんですかね、それが楽しいわけじゃないですか。楽しいと辛いの、どっちがいいですかって楽しいじゃないですか。 楽しいことって続けたいですよね。うん。だからその環境。か、まあ、僕のメンバーシップでは環境ですかね。環境を提供すると。うん。だ居心地がいいっていうかね。その、その、まあ、Google の会社とかもね、すごい会社がいろんな遊び道具とかあったりとか、なんかその環境は居心地がいい。でそうすると、その会社を辞める理由がないというか。うん。 給料もいい環境何いいすか人間関係もいい、うん、ってことだったらあんまり辞める理由はないかなっていうところですねただまあある一部の人が起業,起業するんだってことだったらおそれは辞めていくかもしれないですけどやっぱ何すかそ,こそ,その場が楽しいっていうのはすごく大事かなと思いますねうんだからそのアーティストさんのライブとかもそうだと思うんですけど ライブに行くと楽しい、あの、面白い、みたいなあるから、まあ、聴いてる曲は一緒じゃないですか。音源は、まあ、大した変わんないですよね。歌詞も。なんだけども、まあ、ライブにこう、なんで行くのかっていうと、楽しいからですよね。ライブに行っても楽しくなかったら、多分、ね、だって聴いてる曲は一緒ですから。ライブに行かないと聴けない曲っていうのは、もちろんあると思いますけど、ほとんどの構成が、あの、聴いてる曲で。逆を言うと、 昔聴いてた曲をあの新曲よりね新曲より <laughs> 新曲よりあの昔の曲歌ってくれっていう逆に言うとねうんだからその長渕剛さんが昔言ってたんですけどその長,長渕剛さんがお風呂っすね なんか長渕剛さんがぼやいてたのが、新曲じゃなくて昔の曲ばっかりちょっとアンコールもらうんだよねみたいな <laughs>。新曲作って、こっちは新曲作ってんだけど。長渕さんが言ってたのが、あのー、その曲っていうのはその人の人生なんだなと。その人生の中にその曲が入ってるか入ってないかっていう、なんかそういう話をしててね。うん。だから、長渕さん的にはそんなにもう昔の曲歌い続けるっていうのが、 なんかと最初の頃はあんまり嫌だったっぽいんですけどなんかそう考えてあ俺の曲っていうのはその人の人生なんだなと、うん、みたいな感じでなんかそのね昔の曲を何回も歌ってもあ,あのまあ、逆に歌ってもいいみたいななんかそういう考え方感情に変わったみたいな言ってましたけどね。うん そのノウハウは限界があるよっていう話ですね <laughs>。いってらっしゃい。